テオドール・エイドラー・フォン・レルヒ。テオドール・エドラー・フォン・レルヒ。1869年8月31日から1945年12月24日は、オーストリアイコール、ハンガリー帝国の軍人。最終階級は、陸軍少将。日本で初めて本格的なスキー指導を行った人物である。法日時は、少佐で、少佐の時にスキーを日本に伝えたため、 日本国内では、一般的には、デルヒ少佐と呼ばれる。後に中佐に昇格した後に本格地を回ったため、北海道などでは、デルヒ中佐と呼ばれる。西ドイツで、国防省、追放者、難民、戦災者省、ドイツ連邦議会議長を務めた会コール、ウェフォンハッセルは、母方の老いにあたる。1869年、オーストリアイコール、 ハンガリー帝国を構成している、ハンガリー王国北部のプレスブルク、ゲンスロバキアの首都、ブラチスラバにて、軍人の家庭に生まれる。幼少期の愛称は、テボ。10歳の時、福音学校に入学。それから3年後、家族は、プラハに移るが、レルヒは一人ウィーンのギムナジウムに転学する。それから3年後、家族のいるプラハへ行き、ドイツ系ギムナジウムに転学。 生活態度は極めて真面目で三年間主席を通した。千八百八十八年、ウィーナーノイシュタットノに入学し、千八百九十一年勝位に任官。奇遇にも父が勤務していたプラハの不評代百二連隊に配属先された。配属当初から知的才能、責任感、知識、指導力に比で上官や部下への人当たりも良く勤務表情で、 高い評価を得ていた。1894年10月、士官学校の幕僚育成コース試験に合格。教育課程終了後、チェルノビッツの第58不評旅団不参謀、レンベルクの第11不評師団不参謀、マルシュバーシャール兵の第62不評旅団第5文献中退府を経て、1900年、インスブルックの第14軍司令部不参謀となった。 山岳地帯の同地で、ビル・ゲリー隊員が行っていたスキー訓練に興味を持つようになる。1902年11月、戦争大臣の交代とともに、戦争省参謀本部作戦行動半譜に抜擢される。12月、アルペンスキーの創始者に指示。1903年になると、南チロルでの国境警備に派遣された。この環境はレルヒにとって、スキーの研究に、 絶好の地であり、戦争省の建物が道を挟んで、アルペンスキークラブ事務所と隣り合っていたことも、レルヒがスキーにさらなる情熱を燃やす要因となった。津ダルスキーは市民のみならず、軍隊にもスキーの重要性を説いており、1890年代から一部の部隊に指導を行っていた。しかし、当時の軍内部ではスキーを娯楽と考える意見が多数派で、 導入に回帰的だった。そんな中、1906年2月、下マ丸ク西南部ムーラウで山岳演習を行っていた、騎兵部隊がだれに遭遇。スキーを使って救出に参加したレルヒは、軍港官と接点の多い参謀本部府という自身の立場を利用し、直接的に、あるいは友人知人を介して、スキーの重要性を軍港官らに説いて回った。 参謀総長、フランツ・コンラート・フォン・ヘッツェンド・ルフ・中将は彼の働きに応え、スキーの導入を正式に決定。1908年2月、チロル地方のベックシュタイン山麓で最初の軍隊によるスキー講習が開催され、レルヒは講師として献身的に指導に加わった。日露戦争でロシア帝国に勝利した日本陸軍の研究のため、 1910年11月30日に交換証拠として来日。八甲田山の雪中工軍で事故を起こしたばかりだったこともあり、日本陸軍はアルペンスキーの創始者、マティアス・ツダルスキーの弟子であるレルヒのスキー技術に注目。その技術向上を目的として、新潟県中区引群高田、現在の上越市にある第十三師団不評第58隊。 第十三師団長、長岡外市、不評第五十八元隊長、堀内文次郎の英定や、高田の金谷山などで指導を行った。1911年、明治四十四年一月十二日に、不評第五十八連隊の英定を利用し、鶴見義心隊以来1名のスキー選手員に、技術を伝授したことが、日本での本格的なスキー普及の第一歩とされている。 また、これにちなみ毎年1月12日が、スキーの日とされている。4月には、エゴン・フォン・クラッツー、クラッセルともと共に、富士山で、スキー格好を行う。1912年2月、北海道の旭川第七師団へのスキー指導のため、旭川市を訪問。4月15日21時30分、北海道でのスキー訓練の総仕上げとして、 陽亭山に登るためくっちゃん町に到着。十六日午前五時の出発を予定していたが、雨のため一日延期し十七日に陽亭山登山を行い、また陽亭山の滑走も行った。レルヒのギシギシ登山には、小樽新聞、奥谷記者も同行している。明治天皇の宝御間もない十月二十一日、レルヒは日本各地の旅行に出た。下関から箱根、 名古屋、伊勢、奈良、京都、広島を回り、下旬に、文字港から、朝鮮半島へ向かった。その後日本から、中華民国に渡り満州、北京、上海へ、さらに、イギリス領香港を経て12月に、イギリス領インド帝国の演習を観戦した後、年明けの1913年1月に帰国した。なお、出ル日は一本図へ、 日本杖の両方の技術を得得しており、日本で伝えたのは杖を一本だけ使うスキー術である。これは重い気質の急な斜面である高田の地形から判断した結果である。なお、ほぼ同時期に普及した札幌では日本杖のノルウェー式が主流となっていた。1923年に開催された第一回全日本スキー選手権大会では日本杖の ノルウェー式が圧倒。レルヒが伝えた一本通への技術は急速に衰退した。帰国後は戦争勝負を経て、メッツォロンバレドの第14師団霊下第4根性三角連隊第1大隊長、スクタリの不評第87連隊文献隊長を任ぜられる。オーストリアがセルビアに戦線布告したことで勃発した第1次世界大戦では新設された第17。 軍参謀長に任せられ、ワルシャワに派遣。ロシア帝国陸軍と交戦するも物量に勝る敵に、交代を余儀なくされ、1年間カルパティア山脈に止まる。1年後の3月、ガリツヤの戦闘で大敗。8月には、ブレストリトフスク、ゲンブレストまで盛り返すも、再度反撃を受けシュトルフィーまで交代。16年3月以降は南に派遣され、依存ソニで、 イタリア王国と交戦。その後はドイツ帝国陸軍軍集団、ループレヒト大使の所属として、西部戦線に向かい、フランドル地方などを転戦したが、詳細は不明。この戦線での負傷により退役を余儀なくされた。退役後、貿易会社を立ち上げ業務取締役の役職に、つくが、わずか1年で役職から身を引く。以降は、 シロル地方での勤務や日本への旅行を題材に、講演活動などを中心とした生活を送った。満州事変勃発後の1932年、戦争省でのキャリアを活かし、オーストリア軍需新聞などの軍事誌に、極東情勢を中心とした記事や論文を寄稿し、軍事専門家として活動する。しかし敗戦国であるため軍事恩給もなく、その暮らしは財政面でかなり苦しかったという。 1945年12月24日、連合軍による軍政機中のオーストリアで糖尿病のため死去、76歳ボーウィーンの共同墓地に葬られた。現在、新潟県上越市高田の金谷山には、日本スキー発祥記念館が設置され、デルヒの業績を伝えている。また、毎年2月上旬に、デルヒ祭をはじめとした。 各式年イベントが開かれている。2010年はレルヒが日本にスキーを持ち込んで100年になることもあり、11年にかけて各式年事業が開催された。以下、オーストリア軍公式 HP などより翻訳。4人兄弟の長男、長らく独身で、1922年3月27日、53歳にして、イルマ夫人と結婚。 日本にやってきた時から思い続けており、実に12年かけての上司である。夫人は、全夫との間にできた二人の女児を連れており、彼女らと手前の子孫は現在でも上越市と交流を続けている。2009年、翌年に、スキー発祥100周年となることを記念して行われる、新潟県観光キャンペーンのキャラクターとして誕生。デルフィ少佐を模したゆるキャラである。 身長は270センチメートルで各地のゆるキャラの中でも高い。キャラクターデザインは観光キャンペーンのコンペで案が採用された株式会社高吉とつながりのある外中デザイナーによるもの。気も可愛いを売りにして評判を呼んでおり、ストラップが完売するなどグッズの販売も好調である。100周年記念キャンペーン終了後は 元祖スキー天国新潟をキャッチフレーズとした新潟県 PR キャラクターとして活躍しており日本国内各地へ宣伝に出かけている2011年末には JR 東日本管内の各駅にて宣伝ポスターが掲出されたまた2012年2月に新潟市内在住の小学生女子3人組からなるユニットとシュプール音楽隊による CD レルヒさんの歌が 県内各地のショップで販売された。ゆるキャラグランプリには初回から参加している。第1回2010年は携帯投票部門で4874票を獲得し15位。第2回2011年は9569票で10位となった。2012年7月にはハウスウェルネスフーズのドリンクシーセンのキャンペーンキャラクターとなっている。 これは以前放映された C1000 のテレビ CM に登場する黄色い服装のキタイのおもちゃがレルフィさんにしか見えないという視聴者のツイッターでのツイートが元になっている。2014年制作のアニメロボットガールズ Z 第6.5は BD、DVD 第2巻特典映像にゲストキャラとして出演。声は稲田徹が演じる。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。